そろそろ試験なんだけど、こそこそ隠れる親の視線。会長はモエハが思うようなまともな人間じゃないから。生徒会に入れて嬉しかった。でも私が憧れていた生徒会は、石神のことなんて考えるだけ人生の損失よ。マジごめん、今日もバイト入ってて。ちょっこ、社交界で自分を飾れないものに居場所はありません。美しいだけの女にチャンスを奪われたくないでしょう。今の俺には一つ大きな疑問がある。なぜあの日篠宮は一人で俺の誕生日を祝ったのかということだ。私は中等部生徒会の会計、白金圭と申します。部活連の会議ってあれですよね。いい感じだった女の子に避けられるのは好き避けの可能性もあるから。いや、俺の言うことなんて半分聞けば十分だぞ。って何これ、花占い。みゆき、好きなやつでもできたのか。はあ、好きとかじゃないわよ。バカにしないでちょうだい。私は国家の心臓である篠宮家の血筋を引く人間よ。トラガネズミに恋をすると思うの。はい、私もどうしたらいいかわからなくて。生徒会はそういう相談も受けてくれると聞いて、かぐや様だけが頼りなんです。人を飲む、なんだかこの人に感情移入してしまったわ。かわいそうで飲めない。この人に優作と名付けてあげましょう。何やるかなんて決めてねえし、考えんのもだり。すでにもろくそ失礼だろうが、親が極道だろうとなんだろうと私が人を殺すわけねえだろ。ブクラッサー、エジプト好きだったな。私もうちょっと滞在してもよかったな。ダメイヤもコシャリも美味しかった。どこがダメなの。うん、何事もやってみなきゃわからないよ。おい、何ぼーっとしてんだよ。ちゃんとこっち見ろって。団長がこけて大変なんだって。あんまり気にすんなよ、もともとリードされてたんだから。我々はこの羞恥院という箱庭の中で生きてきたものばかり。外の世界をフラットな視点で見てきた人材が一人は必要だと思っていてね。ぜひ君の見識を活用させてほしい。そんな輝かしい功績を残されているかぐや様なのに、高校に入ってから大会には一度も出場していませんよね。仕方ないわね。白金会長、これは一体何を渡しそびれたのですか。成熟した精神性を持った女性に育つまで待ちなさい。第一、今まで接点もないでしょうに、一体どこを見て好きだというのでしょうね。会長の誕生日は盛大に祝わないと。そのためなら多少恥ずかしくても我慢しなきゃ。なんてが、俺にとってやっぱ恋愛の師匠は会長っていうが、なんてが。まあ今回も渚、彼女のことなんですけど。はあ、見てわかんない。中鎮 TRPG だよ。みんなのために旧校舎に眠るエンシェントドラゴンを倒そうと。よし、時空移転カプセルをしよう。君が噂のユウくんだね。あ、もしかして LINE やってない人。メアド教えてよ。連絡事項だけメールするからさ。かしこまりました。私はかぐや様の母代わりのものでございます。血のつながりはございませんが、義理の母のようなものとお考えください。本当のこと。まあ頭良かったら進学試験落ちてないけど、今日は来てよかったな。多分殺されると思うんです。目を見ればその人の本性が 5-6% わかるんです。多分あの人すでに 2-3 人はやってますよ。